平伏せ、顔出し NG なんかな。前の生徒会長に何したんだ。じゃあ私、いいですか。いや、別の人で。こんにちは、グランドーと申します。はい、ちょっと軽く街回ってみたんですが、まだ服とかもいいかなと思ったので、とりあえずネモさんとこに行こうと思います。いや、確かにこれは心臓破りの階段だな。これはしんどい。大丈夫かい？勉強するぞ。おー、気合入ってるね。君もスター団に入れば、お星様のように輝けるのよ。ほほほ。ほんと、なんなの君さ。仲間と眩しい青春、送りたくないの。別に。こっちとら勧誘ノルマあるんだから、さっさとスター団に入りなさいよ。あ、勧誘ノルマとかあるんか。困ったな。背中に背負った EV のリュック。可愛らしいね。助けていただこう。助けよう。待ちな。そのバッグよこしな。スター団に何かよ。入団希望なら後でね。今お話し中なのでね。あたしら泣く子も笑うスター団。君は知ってるよね。もう泣く子を笑わせる。お笑い集団というわけだな。確かになんかメガネとか、そのスターのメガネとか、人を楽しませる才能に長けてそうなメガネ。知らん。知らんよ。もうなんなのよ、君まで。せっかくスター団に入ったのに。こんな扱い、でんじゃん。笑わせてくれるね。素敵な動き。もう一生見てられる。なめられっぱなしだと、団の面目丸つぶれ。勝負するっきゃ、泣く泣くない?泣く泣くない。そりゃそうね。あんたは最初のメガネを見張ってて。いる?メガネ。生意気なシンガーちゃんは私がお星様にさせちゃうわ。人の笑顔を作るやつが相手をお星様にするとか言っちゃっていいの。怖すぎる。離れるね。かっこ悪い。スター団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。はい、やっちゃい、何とるい。ナイス見てる。動き。私がお星様になっちゃった。なるほど。黒星のことをお星様って言ってるのかな。じゃあ勝ち星のことはなんて言うの。なんなのこのシンガーちゃん、マジ強いんだけど。そうなんです。才能の塊です。俺が本当のスターやで。後輩がやられた。こうなったら先輩である俺が相手をするしかないのか。俺とやるの?あのメガネは。ちょっとちょっと、何やってんの?お、大将が来たぞ。ゲー生徒会長。めんどくさいやつに見つかっちまった。もうダメだよ、ガランド。ポケモン勝負するなら、私と。おい、生徒会長。お前、この状況で何言ってんだ?でしょ?なんだろう、すごく今、恐怖を感じてます。怖いんですけど。そういうことでは、スター団が。そういうことではないんよ。ごめん、勘違いしちゃった。今俺、バッファローを出しかけられてたのでは。危ないところだったのでは?ほんとだ。よく見たらスター団。また強引な勧誘してる。
はい、どうも。なるほどね。本来なら生徒会長としてこの騒ぎを収めるべきなんだろうけど、せっかくだからガランドが超マル秘アイテムで解決して、早速手に入れてきやがったな。ありがとう。テラスタルできるようになっちゃいました。ほほ、テラスタルオーブ。あははは。はもう結晶の力を秘めてるオーブ。使いたいね。テラスタルオーブを持ってると戦闘中にポケモンをテラスタルできるんだ。ガランドのクワッスは水タイプにテラスタルしそう。これもらうのって本当は専用の授業を受けないとだけど、私が推薦しといたから。あははは、ちゃんと授業も受けたかったな。あ、習うより慣れちゃうだな。物は試し、戦いながら使い方知っていこう。これはモルモットにされますね。あれ、この流れはテラスタルのお試しにされる感じですが、そうですそうです。嫌なら私と勝負だよ。やっぱりこいつ恐ろしい子。新顔の方ならまだ、まあ、どっちにしろ痛い目に遭うんですよ。勝つチャンスはある。まあ確かに。それじゃあ位置について勝負開始。やったら、もっと離れるんか。テラスタルはさらに離れなきゃいけない。え、それ毎回やる？そう、全然いいけど。あははは、はテラスタルボタンっていうのがあるんか。ほほほほ、テラスタルしたポケモンはタイプがテラスタイプになります。テラスタイプの技はいつもよりとても強力になります。ほほほほほ、一度使うとしばらく使えなくなる。ほほほほほほ、あ、ボケ戦で回復ができる。なるほど、この R ボタンね。やろう。よし、テラスタルで、じゃあアクアジェットでやっちゃおうよ。ブレー、はい、はいはい、やっちゃいな。はい、テラスタル、はい、うちのニトリがテラスタル、はい、キラ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 、はい、テラスタル、はい、ニトリのアクアジェット、はい、行っちゃいます。ブー、はい、ちょい残し、はい、効かないよ、はい、もう一発行こうぜ、テラスタル、イエーイ。ブー、ニトリ輝いてるよ。キラキラキラ、ハハハハハ、うちのニトリの輝きを感じたみたいです。さすがだな、テラスタルもいい感じ。テラスタルと同じタイプの技はさらに強くなる。たまに全然違うタイプにテラスタルするポケモンもいるから、戦略の幅がうーっと広がるよ。テラスタルするとしばらく使えないから、ポケモンセンターでチャージしてね。それじゃあ僕はこれで、お疲れ様でした。ああ、お疲れ様でした。私もこの辺でお疲れ様でした。うん、お疲れ様でした。スターダンはいわゆるやんちゃ生徒の集まりなんだ。出席率も低いし、集団で暴走してるし、先生たちも頭を抱えてるみたい。あの、ネモさんに誰も頭抱えてないのかな。俺はすでに抱えてるんだけど。あー、でなんだい、メガネ君。ありがとうございます。うん、気にせんで、いいよ全然。先行くんで。あの、その背負ってる可愛らしいリュックだけ置いてってもらえる？礼はそれでいいよ。あー、ちまてい、あれ可愛いな。あの子女子かな。ガランド偉い、人助けしてたんだね。ははははあんま見ない顔、あの子も転入生かな。あは、EV のバッグもふもふ。あれ俺のになる予定やね。
さて、いざこざも解決したし、いよいよ学校へ向かいますか。地獄の階段、頑張って登ろう。登ろうか。ネモさん、もう登ったの。さすがやな。ノート買わなきゃ。みんな結構元気やな。アカデミー名物、地獄の階段上がってくるの大変だったでしょ。思ったより大丈夫でしたね。学校も大きいな。あそこ気になるな。わあ、あのドームみたいなところも。はい。だが、はい。めっちゃめちゃサービス精神旺盛。そして、君もずっと笑ってるね。学校にはいろんな人やいろんなポケモンがいるよ。君もいろんな人の一人だね。そうっすね。さて。なんだ、グレートアカデミーへようこそ。ここは学校のエントランスホールだよ。ここの受付で登録すればいろんな試験を受けられるし、校内のいろんな施設につながってる。勝負できそうなぐらい広いのに、エントランスでのポケモン勝負は校則で禁止なんだ。あ、意外かい。俺はすんなり受け入れたよ。普通のことだよ。ダランドさん、ネモさん、おう、アンギョは大丈夫なんですか。途中でやめて。初めての投稿はいかがでしたか。楽しかったです。ネモさんのおかげでしょうか。私も校長として鼻が高いです。ネモさんにはいろいろ迷惑もかけられてます。助けてもいただいてますが、さすがチャンピオンランク、そして生徒会長ですね。ご案内ありがとうございます。友達だから当然ですよね、カランダ。彼女の友達という概念は、ポケモン勝負してくれる人だからね。怖いです。あー、先生、そういえばスターダの人たち見ました。なんですって。どちらでですか。校門の階段下で EV バッグの子が絡まれてて。それは大ニュースですよ。今も彼らはいますか。ダランドが実力で追っ払いました。はい。ああ、なんということでしょう。え、ダメだった。怒られるの俺。ダランドさん、人助けはいいことですが。え、怒られるの俺。入学早々ワイルドはほどほどに。ワイルドという表現。あはは、ちょっとワイルドはほどほどにします。校長、ネモさんにもワイルドはほどほどにとお伝えください。俺が言っても聞かないんで。ネモさんもそういう時は先生を呼んでくださいね。消しかけたのは彼女です。ワイルドはほどほどに。なるほどですね。EV のバッグ、ボタンさんでしょうか。ほほほほ、学校にいらしてくれて何より。一応ネモさんはスターダンのことを担任のジニア先生に報告してください。はい、わかりました。おっと、そろそろ修行時間です。お二人とも教室に急がなくては。ダランド、私たちの教室1の A まで案内するね。ネモさん1年生で生徒会長だ。すごっ。前の生徒会長に何したんだ。あの人がジニア先生かな。ジニア先生、おはようございます。あははは。俺はどこ。はい、皆さんおはようございます。今日は大ニュースがあります。知りたい人は誰かな。いや、みんなに教えてあげて。はいはい、知りたい。あ、なるほど。大ニュースって、この学校に名を残す転校生の話だな。みんな今日は革命の日だよ。
ちょっと遅れちゃったけど、今日からこのクラスに新しいお友達が増えます。ざわざわ、命がけの掛け事始まりそう。どんな子が来るのかな。どうぞ入ってきてください。あは、あお、俺だけか。あのメガネの子は来ないんかな。どうも、自己紹介できるかな。任せて先生。みんな注目、この学園のトップとなるガランドだよ。刮目して。ざわざわ、元気がいい子だね。ええ、元気がいいんです。そしてみんなのリーダーになります。ひれ伏せ。このクラスのルールです。皆さんガランドさんに興味津々ですね。カリスマ性が物を言っています。ガランドさんに質問したい人は誰かな。はいはい、質問いいですか。ほほほほ、あ、あのめっちゃ笑顔の子はコダックと一緒にいた。あは、なんだい。ガランドさんはポケモンのどういうところが好きですか。ほほほほ、あ、勝負する、集める、可愛がる、全部もう可愛がるですよ。完全に、あ、可愛がる。あー、そうなんだ、僕もだよ。ほほほほ、君とは気が合いそうだね。その他に質問がある人はいますかね。うん、じゃあ私いいですか。いや、別の人で。ガランドさんはこの学校で勉強していて、将来何を目指したいですか。はははは、図鑑の感性強いトレーナー、わからない。あー、別に図鑑の感性も強いトレーナーも目指してないよな俺は。ポケモン、可愛いポケモンとのんびりピクニックとかしたいっす。あ、わからないっす。そっかそっか、可能性は無限大だね。ガランドさん、自己紹介ありがとうございます。僕は生物担当のジュニア、担任の先生でもあります。ガランドさんの席はそちら、前から2番目でお願いしますね。はは、おう、隣の女子、可愛らしい、よろしく。何さんかな。それでは皆さん、これから仲良く勉強していきましょう。あ、よろしくお願いします。あ、みんなよろしくね。俺についてきて。学校の中を自由に探検してみよう。いや、めっちゃ授業中。いや、みんなの授業受け取るやろ。ん、ようこそ。ありがとう、アカデミーへようこそ。あ、名前聞きたかったな。仲良くなったら教えてくれるんかな。オッス、オッス、オッシーリー、仲良くしような。あ、あ、これから君のリーダーとなるガランドです、よろしく。あわわ、え、こんな幼い子が。うん、あわわ、話しかけられて僕照れちゃう。うん、肩の力を抜きなよ。俺はカリスマ性と優しさ兼ね備えてるからさ。さっきは質問答えてくれてありがとう。いやいやいや、こちらこそ。いや、君とはなんか仲良くなれそうだなって俺は思っているよ。うん、お、ペッパーがおるな。ネモさんがおるな。安全そうなところから行こう。ミライドンのことも聞きたいので。ペッパー、元気か。ふん、おー、また会ったな。ああ、俺のこと覚えてるよな。ああ、東大の誰ですか。ただ俺はミライドンを厄介払いしたことちょっと根に持ってるので。誰ですか。なんだよ、ミライドンのボールやっただろ。うん、覚えてるよ。自己紹介してなかったか。あー、父ちゃんは関係ねえって言ってたな。改めて言っとくけど、俺はペッパーって男だ。お前は名乗らなくていいぜ、ガランドだ。生徒会長とつるんでるだろ。学校中お前の噂で持ちきりだぜ。
そんな有名人に会うため来たくもね学校まで足を運んでやったんだ。俺の野望実現のためその強さ貸してくれねえか。あ？何？何を？どんな野望？何も聞かずにいいよはダメやろ。いや未来どもを厄介者扱いしたこいつの野望なんて簡単にいいよなんて言っちゃダメだよ。とりあえず理由聞こう。何？俺の野望詳しく聞きたいか。まあ聞いてやろう。意外かもしれねえけど俺ピクニックが好きで、ほうほう、料理すんのも得意なわけよ。ほう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 。今ポケモンを元気にする健康料理を研究してんだけど。なるほど。この前見つけた本に食べればたちまち元気になる秘伝スパイスっていう食材の情報が載ってたんだ。秘伝スパイスは全部で5種類、その粉末をペロッと舐めるだけで滋養強壮、血行促進、老化防止に免疫アップだ。ほう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 。ポケモンが元気になるスパイス、いいですね。パルデアにしかないガチで珍しい食材らしい。だけど秘伝スパイスは主ポケモンってのに守られてて簡単には手に入らねえんだと。主ってのは多分こんなやつ。どんなやつ？うん、主感あるな。あ、どの部分が？顔ですか？エリアゼロの怪物。おお、なんか虫っぽい感じの子なのかな。ドーファンというポケモンに似ている気がする。ほう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 。鉄の輪立ち。うん、自分で取りに行きたいけど俺ポケモン勝負は苦手でさ。あ、そうなん？なのにあんなに強くてたくましいミライドン手放したの？え、ポケモンが強い友達のあてもねえし。そうなん？そうか、生徒会長に頼むのもうぜえし。あ、ネモさんのこと苦手なんか。だからあんな声張ってたネモさんスルーしてたんだな。あ、でもネモさんなら戦い喜んで協力しそうなのに。そこでぜひともお前の力を貸してほしいんだ。あ、いや俺はポケモンを元気にするスパイス興味あるよ。手伝うよ。ああ、まだ答えなくていい。うんって言ったんだよ。お前ちゃんと聞いてる？イエスってせっかく言ったのに。お、気が変わっちゃうぞ。とりあえず主がいそうな場所だけマップアプリに登録しておくな。あは。ちょっと待って。スマホかわいい。ほう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 。お、まんべんなくいますね。あはははは。レジェンドルート。おほ。細かい話はまた今度。お近づきの印にこいつやる。ん？あ、ありがとう。うん、助かります。考えといてくれよ。うん、全然やるよ。じゃあとりあえず、うい。ロトロトロト。うん？どうした？ガランドだな。どちら様？このツアーはあなたのスマホをハッキングして行っている。え、何勝手なことしてんねん。誰ですか、ハッキング。誰ですか。名を名乗れ。イラッとしてる。めっちゃ怒っとる。私の名はカシオペア。あなたのことは知っている。高い素質を持つポケモントレーナー。その腕前を見込んで頼みたいことがある。俺めっちゃ怒っとるよ。お前への印象最悪やで。ガランド、あなたはスターダンを知っているな。あ、知ってるけど名を名乗れってば。俺のこの顔見て、めっちゃ怒っとるよ。ポケモンをダイレクトアタックしてもおかしくない感じだよ。まあでも知ってるよ。まあ知ってますよ。勇ましい顔で笑ってる。
話が早くて助かる。スターダントはアカデミーに通う生徒たちが作ったいわゆる不良グループ。彼らはアカデミーの風紀を乱し、周囲に迷惑をかけている。そんな彼らを私は放っておくことができない。私はスターダを解散させ、星屑に変える作戦。絶対その名前だと思いました。スターダスト大作戦を考えている。この計画には同志が必要。あなたにも手を貸してほしい。ああ、みんな俺を同志にしたいな。ああ、まあまあまあいいっすよ。返事は結構。詳しいことはまた後日。俺全員イエスって言ってんのに、なんか返事欲しがらないよね、みんな。今日のところはこれで。次会った時ノーって言うぞ。どうもガランドさん。校内でのスマホ通話はもう少し小さな声でお願いしますね。俺一言も喋ってないんだけど。わかりました。気をつけます。すいません。わかりました。喋ってないけどね。大切な個人情報が聞かれてしまうと危険ですので。今の時代、気をつけることが多くて大変ですね。ああ。ただ俺のこの顔見て、俺喋ってないのにっていう顔。それではまた後ほど。ああ。スターだ。ああ。お前さてはカシオペアだな。なんかあんな髪型のポケモンいたよな。うん。それではチャンピオンでも代わりお願いしますね。任せてくださいよ。むしろ楽しみです。それではお任せします。ごきげんよう。おう。おや。失礼します。あ、どうも。ああ、ガランド。お今の人はすごそうな人。もうすごそうな人だったな。やっぱわかる？あの人はトップって呼ばれてる。強くてすごくてかっこよくて私の目標で。いや、ポケモントレーナーなら誰もが憧れる人なんだ。お？ああ、それでさ、さっきの教室での話。私の質問に目指すものがわからないって言ってたでしょ。それならさ、ガランドもチャンピオンランク目指してみない？はあ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 。これがこうジムを回る系かな。うん、それも楽しそう。え、話早すぎ。とりあえず説明させてほしいな。ほうほう。チャンピオンランクってのはポケモンを鍛えて、その技で人々を魅了するポケモン勝負プロ級の人たち。ポケモンリーグに認められるとチャンピオンランクを名乗れるんだ。チャンピオンランクに到達するには授業を受けるだけじゃダメで、8つのポケモンジムを勝ち抜いてジムバッジを集めるんだよ。そしたら特別なテスト、チャンピオンテストに挑戦できる。合格すれば晴れてチャンピオンランクになれるんだよ。ポケモントレーナーみんなの憧れ、すっごい障害なのだって自分で言うのは恥ずかしいね。私は前回の宝探しでチャンピオンランクになったんだ。あー、宝探しっていうのはもうすぐ始まる特別な課外授業。前のは入学早々あったんだ。学校の外で冒険しながら自由に学べて楽しいんだよ。今思えばあの経験が宝物だったのかな。あ、素敵なこと言うね。そういうのいいから。ガランドと一緒なら、私ももっと強くなれる。あらかじめジムの場所マップアプリに登録しちゃおうか。あ、地図がすごいことになりそう。
スマホロトム性格出てるな。うん、ほう、これもやっぱまんべんなくいますね。あー、これはあの後ろ向いてるジムリーダー気になるな、あの顔出し NG なんかな。あは、かかっててね。ああ、勇ましい顔。ああ、ピンポンパンポーン。ダランドさん、至急校長室までいらしてください。おほ、どうも、来たぞ。ガランドさん、よくいらっしゃいました。グレートアカデミーは気に入ってくださいましたか？あは、気に入りました。大変嬉しいお返事です。先ほど食堂で話せればよかったのですが、理由がありまして校長室までお呼び出ししました。私の友人があなたに大事なお話があるそうです。お？どうした？どこにおんねん。おっと、この場所にはいらっしゃいません。今、つなぎますね。おほほほほ。ハローガランド、はじめまして。僕はフト、カルデア大穴の奥、エリアゼロにてポケモンの研究をしている。あはははペッパーの父ちゃんですね。我が校の卒業生で素晴らしい博士なんですよ。単刀直入に話そう。学籍番号 805C393 ガランド。君はミライドンという不思議なポケモンを連れているな。もうバレてる。これ内緒にした方がいいんかな。まあ、正直に言っとこう。持ってます。正直な情報の提供、大変感謝する。感謝されました。構わんよ。いや、何、責めるつもりはない。責められる言われもない。ただ、協力してほしいのだ。おほ？おほ、協力。何すればいい？うっ。あぎゃー。どうして急に出てきた？え？自主的に出てこれるの？いや、久しぶり。元気そうで何よりだ。ギャス。ほほほほほ。なるほど。仲良しなんだね。お友達かい？実は、ミライドは僕が管理していたポケモンでね。ほう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 、やっぱり。ペッパーという青年から受け取ったであろう。ボールももともとは僕のものなんだ。ほう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 。しかし、今僕はそのポケモンを管理できない状態にいてね。ガランドには引き続きミライドを可愛がってほしい。もちろんです。そう言ってもらえると助かるよ。返す気ないのね。ミライドは今弱っており、戦闘能力を失っている。ほうほう。移動に特化したライドフォルムにはなれそうだが、持っていた能力を完全に取り戻すには時間を必要とするだろう。ほう。僕の連絡先をスマホに登録しよう。ほうほう。スマホロトムを出してくれたまえ。どうぞ。遠隔でもできる。今後は状況確認のため定期的に連絡させてもらうよ。ほうほう。終わりました。それでは達者で。あ、あげやすやす。なんか言いたいことあったみたいやな。ごめんな、なんか勝手に切れちゃった。このポケモンはもしやエリアゼロの。ふつ、まさかあなたは。博士に随分大きなお願いをされてしまいましたね。アカデミーも全力であなたをサポートしますから。託されたミライドンと共に夜景生活を楽しんでくださいね。うふ。
そうします。あ、なんで背向けるん？エリアゼロ博士。おほ、まあ、なんか多分あそこのエリアゼロを最終的に行くことになるんだろうな。そして下手したら爆発します。失礼します。うん、はい、いたいた、ガラナ。入学早々校長室に呼び出しなんて悪い方でもしたの？なんて冗談。ジニア先生から寮の部屋を案内するように言われたの。ほう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 。ガランドのマイルーム一緒に行ってみようよ。おう、ありがとう。じゃあカパーン。癖のある SE。 これからガランドが暮らす部屋です。いいお部屋で、私も初めて入るんだけど、学校初日からいろいろあって疲れたでしょ。ベッドでゆっくり休んでね。ベッドで寝れば人もポケモンも体力回復。元気になったらまた明日いっぱいポケモン勝負しよう。あ、うん、それじゃまたね。あ、はあ、はあ、かわいらしい。うん、ちょっとレトロな感じで。とりあえず寝ようか。ガランドがグレープアカデミーに入学してから何日かたち、冒険の始まる日がやってきた。え？勝手に日にち進められてる。生徒の皆さん、本日から課外授業が始まります。説明をいたしますのでグラウンドに集合してください。あは。あ、うん、勝手に入ってくるな。ついに来たー。課外授業楽しみすぎる。早くグラウンド行こう。おう、本当に確かに何日か経ってるんだろうな。なんか、うん、ちょっと装飾品が増えてますね。行こうか。うん、びっくりした。皆さん集まりましたかね。それではこれから課外授業の説明を行います。課題のテーマは宝探し。皆さんには世界を旅して自分だけの宝物を探していただきます。これまで皆さんは学校の中で多くの知識を学んできたと思います。しかし、これから外の世界にも目を向け、見聞を深めていただきたい。パルデアの豊かな自然、豊かな文化。そこで暮らすポケモンたち。そこで暮らす人々。どこへ行き、誰と出会い、何をなすのか。それぞれが、それぞれのポケモンたちと、共に歩き、共に考え、共に感じ、自分だけの宝物を見つけて帰ってきてください。課外授業を通して大きく成長したあなたたちに再びご挨拶できることを楽しみにしておりますよ。それでは宝探し開始。いってらっしゃい。ほう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 。よっしゃ、オープンワイルドだ。ほほほほ。ライドしていくよ、元トカゲ。ほほほほほほ。うん。皆さんお気をつけて。パルデアの大穴への立ち入りは危ないので高速違反ですからね。ほほ。ガランド、行くよ。あー、どっち側から回るの？俺、ネモさんとは逆方向から回ろうと思っている。うん、ネモさんは本当に足が速い。ネモさんと逆方向で回らないと、もうことあるごとに戦闘仕掛けてきそうなのね。はい、さて、とりあえず現在の旅パーなんですが、あー、ごめんね。あ、通行の邪魔だよね。申し訳ない。はい、
改めまして、ちょっとレベルを上げてから戦闘したいので、とりあえずこの後外出たら近場を回りたいと思ってるんですが、今はこんな感じの旅場です。あ、水タイプの伸びしろの代わりに早期購入特権のピカチュウを入れてます。今回すごく自由度が高いので、どこから行こうか迷ってしまうのですが、とりあえず裏でレベル上げしたいと思います。では次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。すごい掴み合いの喧嘩してる人いる。フルーツ、ここはハムスターの気分。フルーツのパニック、フルーツがパニック。ジャンプ力ちっちゃ。で、なんかすごい仮装の人いたな今。出た、また再び恐怖のステージ。俺たちが生存できるルートバンバン壊して、完全にサーカスやん。フルーツだけじゃない、てかメインはサッカーボール。